企画はキャンプに来て朝起きたら相方が先に帰ってるドッキリ。そんな感じでふーちゃんの朝起きた時の様子を見ていきたいと思います。あっちあっちあっちよいしょ。じゃんじゃんバイバイさようなら。グッモーニング。グランピングの朝楽しんでね。帰りはくれぐれも気をつけてね。それからこのカメラでしっかり撮影して帰ってきてね。朝食は受付でもらえるみたい。食べたかったなぁ。無事に帰ってこれたら昨日の楽しかったお話いっぱいしようね。マナミ。マジで気象よ、ほんまに気象。なんでフーが一人でフレンチトースト作って朝ごはんで食べなあかんの。こんなグランピング一人で来てるやつみたい。マジで気象。しかもなんなんカメラよろしくみたいな、あれ気象やん。今回のこのグランピングの旅行さ、Vlog 撮ろうとしてたからさ、家からライトとかも持ってきてたんよ。その荷物とかも全部置かれてた。楽しくないって。いつもやったらさ、フーの方が起きるの早いんやんか。基本こういう時だけ早い。何時に家出てんの。ちょっとどうやって帰るか調べるわ。から無料シャトルバスが1時間に1本出てんねんけど、最寄りの駅まで行って、そっから大阪まで電車で帰らなあかん。無理やわ。もうなんか普通の時やったらまだいいで。え、荷物考えてないよ。
しろって言うんがまたムカつくよな。ごちそうさまでした。帰るの電車やからさ、化粧するか迷うけど、さすがにこの顔じゃ帰られへんよな。ほんまに腹立つんやけど、しかもようこんな企画思いつくな。性格悪い証拠やって。ようさ起きて用意し終わったらな、観光しようって言ってたのにさ、何もできへんやん。あいつは一体何しに来てん今日。はい、用意終わったんでチェックアウトしに行くんですけど、見て、キャリーバッグとこの大きいボストンバッグとライトとこのちっちゃいカバン、これを持って今から大阪まで帰れと。もう遅刻やん。多分カメラめっちゃブレブレになると思うけど、みんなごめんな。ライトぐらいさ持ってってくれてよくない？あ、もう重たい、ほんまに。あかん、あかん、あかん、ちょっと無理。ちょっと一旦カメラ切るわ、この砂利道は無理や。まあ、今回この企画を撮ってるんやけど、ほんまに帰ったら荷物も多いし気温も暑いし、さすがにふーちゃんかわいそうやんか。なんで帰ったと思わせて出てくるのを少し離れたとこで待ってネタバラシしていこうかなと思います。はい、今チェックアウト終わりました。マジでイライラする、ほんまに。海外旅行の帰り道やん。しかもさ、バスの時間もやばいからダッシュで行かないけ。はあ、これずっとカメラ持っていくん。おお、どこ行くねん、どこ行くねん。じゃあちょっとネタバラシしてこようと思います。あかん、横っ腹痛い、やばい、間に合うかな。ちょっと待って、早い、ちょっと待って、ちょっと待って、早いな、あかんわ。あかん、ちょっと待って、ちょっと風歩くスピード速すぎて、めちゃめちゃ向こう行ってるんで、あの車つけっぱなしやったから車で向かいます。行けますか？はい、無事乗れました。何やったら、そこを置いてくれてるの。あ、いいですか？心から。はい、ありがとうございます。眠りました。ちょっと今ね、緊急事態が起きてしまいました。ちょっとふーちゃんがバスに乗ってしまったので、ちょっと電話します。やばいやばい、バス行っても、もしもし、マジでイライラするから、バスやからまた来るけど。切られた。
ちょっと待って、バス行ってもちょっと待って、やばいやばい、これこんなはずじゃなかったのにやねんけど、ちょっとね、今からバスをちょっと追っかけて行きたいと思います。でもちょっとこのバスがどこに行くんかが分からんから、どうしたらいい。ちょっと待って、バスで大阪まで行っちゃうとかないよな。それはないか。今ね、ずっとバスついて行ってるんですけど、20分ぐらい運転してるんですよ。どこに向かってるんでしょう。駅到着しました。こっから多分また電車乗っていくんかな。電車はどれなんやろ。ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん、もうほんまにイライラする。お前何がしたい。もうほんまに鬱陶しい。何してるん。グラッピングの前におってんって。ずっと今日の企画はふーちゃんを置き去りにしてみたドッキリでした。イエーイ。もうよかったって、ほんまによかった。ちゃんと動画撮ってくれた。今も撮ってるから。撮ってくれてたってことやな。よかったよかった。賢い。今から昨日考えたプランを話しみましょう。今から行くの。さあ、マジ今から行きます。今から早行こう。もうじゃあ